は、うん、タイプの語に、うん、先週から、うん、ちょっと思考を変えて、うん、そのタイプの語にをやっていこうっていう話をして、うん、先週は先週は何健全度やりましたね。健全度ですね、はい、タイプ5人のポイント、うん、リソさんが挙げる9のポイントを挙げ、うんうん、健全度をやりましたね、うん、でじゃあ一回ここでまた、はい、リソさんの助言を紐解いてみてですね、うんうんうん、タイプの5人とか、うん、自分の分析に役立てられればと思っております、うんうん、はい、リソさんの助言、うん、リソさんに対し、うん、多くの人が、うん、自分の成長と発展のためには、うん、どうやって使えばいいんですか、うん、っていうアドバイスをされましたと、はい、エニアグラムを、うんうん、助言は難しいんだが、うん、本に書いてあることもないよと、うん、有益な書物っていうのは有益な情報を提供してくれて、うん、新しい洞察を与えてくれるし、うん、勇気づけてもくれると、うん、しかし知識だけでは、うん、私たちを変えるのには十分ではないよと、はい、なんか私に言われてる感じです、うん、そのもしこの知識だけで十分っていうなら、うん、じゃあ最高に博識な人々が、うん、最も優れた人々であるか、うんうんうん、そうですよっていうのは、うん、誰しもがいやそれは事実とは異なるって分かってますよね、うん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 、本当そうなんですよね、うん、そうなんですよ。本をいくら読んだところで、うん、知識をつけたところで、うんうんうん、その人がじゃあ最高の人かっていうと、うん、おそらく多分違う、うん、で、知識は美徳になることはあっても、うん、それ自体が美徳でいうあるのではないと、うんうんうん、でこのエニアグラムっていう、うん、自分自身についてより多くを知るということは、うん、幸せに生き恵まれた生活を送るという目標達成の手段であるに過ぎないと、はい、自己分析が目的ではないっていうことですね。そう、まあ、知ることが目的でもなくてってとこですよね。ここが活用してなんぼだとここが、うん、特にタイプ5の方にとっては、うんうん、そう溜め込むだけではダメだよっていうところですね、うん、で、知識だけを持っていても、うん、美徳や幸福や目標達成をもたらしてはくれないと、うんうん、書物は私たちが直面する問題のすべてに答えを用意してくれるわけではないし、うんうん、探求に励むのに必要とする勇気を分け与えてくれるものでもないという話をしながら、まあどうこのエニアグラムを使って変化のプロセスをたどるかっていうところの、リソさんの言及、はい、すみません本の紹介を忘れました、はい、引き続きこの性格タイプの分析を使っておりますと、はい、で人間として成長のための助言に入る前に、うん、自分自身を変えるプロセスはどのように考えるのかを始めようと、うんうん、まずあなたが否定的な考えや、うん、態度に陥りそうな自分自身を抑えるときは、うん、グルジェフこのエニアグラムの体系づけたとされている、うんうん、グルジェフの停止の実習の方を試みると良いと、うん、グルジェフは弟子たちがさまざまな行動に没頭しているのを見ていて、うん、一人一人が何をしていようと、うん、その行動を直ちにやめるよう止めるように突然命令して、うん、習慣的になっている自分たちの行動を注意して見させてですね、うんうん、グルジェフがそれまでやっていたことを続けてよいというまでは、うん、どんな姿勢でもその瞬間の姿勢を保たせたまま停止させたと、うん、要は多分これダンスとかやらせてるときに停止させたっていうことで今この表現がされてるんですけど、多分それは日常でもそうなのかなという指摘なのかなと思ってます。通じてますかね。見直せってことですよね。そうですね、自分の日頃の行動を見直せっていうのを、今やってること全部手を止めて今から見直しタイムみたいな。そうダンスとかでもそうです、うん、っていう、まあ、グルジェフはそのダンスとかをさせてるときに停止させて、うん、今のその動きはってさせたんですけども、うん、多分これは日常でもそうだよと。その私たちも何かを考え、うん、あるいは何かをしている途中でこれは健全ではないな、うん、と思い至った瞬間にその思考や行動を中止するように自分を命令することによって、うんうんうん、同じ実習をすることができると、うんうん、まあ、ダンスでさせたように、うんうんうん、
で例えば自分自身についての否定的な思考が自分のエネルギーを枯渇させて、うん、自分の尊厳を害することに気がつき、うん、しかも自分が否定的に考え続けていることに気がついたときは必ずその思考を止めるように自分自身に命令するのであると、うんうんうん、で自分が否定的に考え続けていることに気がついたときは必ずその思考をやめるように自分自身に命令する、うんうん、そしてなぜそのような思考に陥ってしまったのかが自分で分かったならば、うん、それ以上のことを分析しようなどとは決してしてはならない、うん、まず自己啓発をしたことで、うん、自分自身を責めちゃダメだと、うんうんうん、そこで気づいた時に自分を責めちゃダメだよと、うん、もうこれが悪いと思ったら手放せって話ですよねきっと。簡単に言うけどね、リソさんが言ってるんですよ。いや、それが永遠のテーマなんですよ。そうですね、うん、この時にしなければならないことは、うん、その思考を続けることをただやめて、うん、その瞬間に起こっていることに注意を集中し、うん、自分の心をその否定性から解放させてやることであると、うん、この停止実習は潜在意識での思考の様式、うん、自己という感覚を保ち続けるために、うん、本能的に立ち戻る思考をもっと知るために役立つよと、うん、なるほど、うん、事実どれほど多くの思考が否定的、うん、憤慨、憎しみ、うん、怒りであるかは驚くほどであると、うん、これは、この本でいうところの各人タイプが持つ固有の短所の反映っていうことだけでなく、それはすなわち私たちが生きている発達の段階の反映でもあると、うんうん、なんで後ほど今出た固有の短所ですね、うん、各タイプごとの、うん、それを挙げたいと思っております、はい、で、まあ、これをやるといいねって話と、うん、あと2のポイントとしては、はい、自分自身を変えるためには、うん、自分自身が動機づけされなければならないと、うんうんうん、すなわち、うん、変化することを願い求めなければならない、うんうんうん、一般的に言って大抵の人はどうしてもそうしなければならないという時まで、うんうんうん、自分の人生の中のものは何も変えたがらない、うん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 、わかる、うん、感性の法則ですよね。感性、なんかホメオスタシス、ホメオスタシスですね、うんうん、私たちの大部分は幸福と不幸、平和と不安、うん、変化への欲求と変化せずにいたいと欲求の間でまあまあの平行を見つけている、うん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 、で人というものはある程度の感性、その状態で居続ける傾向を持っている、うん、しかもしかし、うん、不幸なことに変化に抵抗することによって、うん、変化に対して何かをしようと努力する前に、うん、かなりひどく消耗する、うんうんうん、まあ、その場に居続けるのは難しいってことですかね、まあ、ある観点からすればもちろん変化を続けることで時間とエネルギーを消費することがないように守ってくれる部分っていうものはあるが、ただその問題っていうのは必要とする程度、うん、ずっと過ぎるまでその変化に抵抗する傾向を私たちは持っていて、うん、機を逃してしまうことが多い、うんうんうん、あ、ちょっとなるほど、泣きそうですね、うん、まあ、変化をすることで不安を引き起こしたり、うんうん、私たちが求めている変化がうまくいかないとか、うんうんうん、チャンネル登録者数が思ったように増えないとか、うんうんうん、まあ、書いてないですけどね、うん、もちろん書いてあったらすごいですけどね、まあ、努力が裏目に出るとかの危険は、うんうん、もちろん内包されている、うんうん、が、うん、私たちは本当に自由であることを恐れているために、うん、変化ということについてはより強い抑制も持っている、うん、私たちは自分自身の悪い習慣の虜になっているが、うん、この変化に対するそういった矛盾に対しては、うん、なかなか気づけないと、うん、書いてあります、はい、なるほど、うん、でエニアグラム、うん、あとよくあるのがエニアグラムが何に役立つかっていう点については3つありますと、うんうん、第一に自分自身の強みと弱みをはっきり知ることに役に立つ、うんうんうん、第二に自我を膨張させて真の成長から遠ざかるならば、うん、
長期的には大きな対価を支払うことになることをはっきり知ることに役立つ、うんうん、無駄なことをしてることに役立つってことですかね。まあ、とらわれを手放さなきゃいけないってことですよね。だからそれが自我、うん、そこをいつまでも握りしめてると、はい、将来的にダメになるよって話じゃないですか。大きなしっぺ返しを食らうよ、はい、そうですね、うん、で第3に、うん、生きるためにはもっと積極的な道があるっていうことを確信を持って知ることに役立つと、うんうんうん、これエニアグラムが何に役立ちますかっていうのに使えますね、うん、使えますね。